やふふふ、勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。こいつら、こいつら歴史を変えているやつらでしょうか。とは、こいつがずっと俺たちの邪魔をしているのか。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるのに、がっかりだわ。でも、あなたがギニューと入れ替わっちゃったのは、なかなか傑作だったわよ。これは、もう間違いないようですね。この二人が、今回の犯人です。余計なことをしてくるからには、よほど腕に自信があるんだ。見せてみした。貴様の力はそんな程度じゃないだろう。こんなものか。期待外れだ。面白くもない。もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんてできるわけないわよね。そう、だんまりなの。まあいいわ、ミラ。もう少し放っておきましょう。いいでしょ、どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだね。
さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも、私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで歴史も正しい流れに戻りました。ようやく見つかりましたね、歴史の改変を生み出している二人組が。トワとミラ、そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特にあのミラという男はただ者じゃなかった。暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代よりはるか未来のね。時の海王神様。トワは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よ。そしてミラはトワが作り出した最強最悪の戦士。あいつらは様々な時代のエネルギーを奪うことで暗黒魔界の封印を解くつもりよ。封印が解けたらどうなるんですか？世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も宇宙も時間も無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。以前、時の巣を乗っ取って時空を支配しようとしたとんでもない奴がいたんだけど。この気配は。そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。いらっしゃいませ。
いいもの入ってるよ。いいもの入ってるよ。